あのそれルールわからないじゃなく、あれ常識だよ。ですね、最近マリちゃんのベッドです。ということはアニマリ系の、ね、ベッドが多いです。1時間運転して高速の出口間違えました。マリファミリーはですね、今日東京ビッグサイトにやってきました。実はですね、今日デザインフェスタというイベントに参加して、マリちゃんはですねランウェイゲスト出演されます。私たちとマリちゃんですね、定期的ではないですけど、キッズモデルのイベントをいろいろ参加しています。のこぎり見て、かわいい、もうでっこ、ちょっとマリよりもちっちゃい子いっぱいいる。いや、私知らないわ。足だけだったら怖いよ。怖くないよ。デザインフェスタというイベントはですね、すごくファッション業界の中で有名で、今年も56回目なんです。すごくないですか。私たちは1回目です。お客さんたくさんいますよね。初見プレイ、はい、初見プレイです。まーちゃんね、明日はただの教室かと思ってる。じゃあお母さんお父さん来てるから、なんか頑張れないなと思って、ステージだとお客さんもいるんでしょ。逆に。今やばいね。なんだ？なんかモデルさんいる。ハプニング1。ハプニング1じゃないよね。我々遅刻したので、もう先生たちは中にいるから、今連絡つかないんです。つまり入れないです。おーいがー、待って、マスクしたやつ、おーいがー、入らない。ゲットゲット。ありがとうございます。今先生と合流できたんで、先生は今日一番忙しいでしょ、絶対。まずリハします。ですね、今少し、まあ、ハプニングというか、マリちゃんはね、一人ぼっちになってるんですよ。ぼっち。かわいそう。ちょっと見てみましょう。はい、はい、あちらにいます。ぼっちマリ。ぼっちマリに、はい。ぼっちマリにちょっとインタビューさせてください。OK。何するのか分かんないよね。リハ、リハ、はい。リハーサルです。そう、ランウェイです。わからないです。ぼっちですね、はい、一人ぼっち、はい、一人ぼっちならないように友達作ってください。はいはいはい、はい、チャンネル見てるお友達できました。ありがとうございます。マリちゃんのこと今日よろしくお願いします。恥ずかしい、泣える。マリちゃんは、マリちゃんなんかお友達できたらしいです。ほぼハネマリチャンネルの視聴者さんたちですね。マリさんが今、リハーサルへ参りました。
さっきすんごい写真合戦でしたね。やっとマリちゃんのグループ分かったので、今先生はね今日の流れとか今一応説明しています。はい、まあ、この先生の、まあ、生徒さんたちいろんなねキューガルとかニコプチですね、はい、とかいろんな雑誌にね載せられてるので、さっき羽ちゃん隣に立つ時ってやばかったじゃないですか。うちはこんなこと心配しない理由が一つあって、うちはねモデルじゃないから。マリちゃんは今日ランウェイ走行くとこうやるかもしれない、ね、あじゃあ吉本を目指してるので違うんですよ。で今日は、ねまあ、スペシャルゲストだから、まあ、他業界のマリちゃん、他業界の人なんですね。ガンバレリアさんに入りたいって。なるほどなるほど。じゃあ、 温泉同好会これから、まあ、20年後出るかもしれないね。なるほど。皆さんの足が細いんですよ。すごい。多分ね、多分ね。これは太ももぐらい。これより細い。うん、これは多分これ太ももぐらい。もうスタイル良すぎて。そうそう。ねえ、ダメだよ。でも足取ってダメって、ジロさん。やっぱりキッズモデルさんのお母さんたちのスタイルもすごいいいですね。そうだよ、ママがそんなことだわ。私もダメなんだよ、まあ、パパ、まあ、パパとママはちょっとね、これだからうちダメですね、他業界だから。そうそうそう、はあ、とりあえずずっと裏にいたので、はい、今日のステージ見てみましょう。お、あちら文字見えますか皆さん。デザインフェスタですね、はい、おー、ダンサーダンサー。何をする？何もしなかった。何もしなかったじゃん。塾は？歩いてやるだけだった。じゃあいつ登場してる？知らない。大丈夫？みんなの足見た？そうですよ。細くないよ全然。今リハ終わったので、控え室で化粧しています。一応今日の衣装も決まりました。はい、これは今日マリちゃんの衣装ですね。はい、デザイナーは一応ねじママさんという方がいらっしゃるらしいんですけど、ここはねじママ。はい、7人ぐらいできた。わ、できた？いいね。こんな感じになってる。ミニマウスなってるじゃん。めっちゃ。カバンは誰の？私の。着替え終わりました。マリちゃんやっぱ可愛いよな。ハーフじゃないけどかっこいいの顔。親バカバカだ。ファッションよりはグルメですね。ね、今日なんかさ、さっき屋上見に行ったら、ね、すごいなんか美味しそうな屋台がすごいよ。うん、やっぱりあこれ屋台マックですね。このラーメン。このラーメン美味しそうじゃん。
何しに来たか分からなくなる。ステージの一番前に行くのが常識じゃないですか。みんな見てるよ。もう吹かないで吹かないで。泣かないで。みんな心配してるよ。写真撮りますか。やっぱり食べ物とかは大人気だよね。これから服を返して、何もなければあの、ま、ちょっと食べてから帰ります。あのね、マリーね、あの足痛いのね、これ履いてたからずっとね、待つ時もこれさ、今さっきさ、北に言う時にそこで降りてたのにさ、足踏まれた。はい、ということで疲れていますが、眠い。8時間ですね。今は午後の4時なんですよ。はい、これからもう帰ります。はい、皆さん見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ということで、ね、次回の動画でお会いしましょう。コメントある？なんかマリが半分まで行かない、娘ランウェイ送迎の一日パパのルーティンでした。じゃんじゃん、はい、みんなに言いたいことありますか。今日はちょっと失敗しちゃったけど、次またやりたいと思います。